はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、このね、慢性痛を良くしていくためにあなたが必ずやらないといけないことっていうものをね、お伝えできればと思いますので、もしね、慢性痛なのでお困りであれば、ぜひこの動画最後まで見ていてもらえたらと思います。はい、でね、早速内容入っていくんですけども、まあもう正直本題というか、もう結論から言うとですね、もうセルフケアになります。なんやそんなことかと思うかもしれないですけど、ほんまにこれなんですよ。で、うちね、いや本当に今年入ってからも、年明けてからもそうですし、去年もそうですし、いろんな方がこのね、YouTube 見てとか、Instagram とか、まあ、TikTok はちょっとあれですけど、来ていただいたりしまして、で、まあ、それ以外の方はもちろんね、来ていただいてますけど、そういった方に必ず僕いつも問診の時に聞かせてもらうのが、今までどういうところに行ってきたのかっていうのと、その行ってきた中でどういう指導を受けましたかっていうので、必ず質問させてもらうんですけど、まあ全員が全員じゃないんですけど、大体、まあ7割ぐらいの人はですね、もう今までの整体とか整骨院とか、まあ整形外科もあれですけど、家でこれやってくださいとか、そういうセルフケア系はほぼなかったっていうのが大体7割ぐらいです。で、残りの3割ぐらい、まあ1割ぐらいの人は結構がっつり教えてもらったりもするんですけど、2割ぐらいの方は教えてもらってはいるんですけど、本当にオーソドックスなもので、なんやったら中学生でもそんなんわかんじゃんみたいな、それでほんまに治んのみたいな感じですね。だから YouTube でなんかあるみたいな腰痛って調べて出てくるから、もうほんまに処方の処方みたいな、なんか腰が痛いから筋肉硬なっていうか腰ひねってくださいとかお前なみたいな、まあまあいいんですけど、なんかがね、あったりするので、やっぱりそういうのを聞いていただいて、聞かせていただいて、そういった方が通っていただいて良くなるっていうことが非常に多いです。もちろんあれですよ、神様でも何でもないので何もかも治せるわけじゃないですし、やっぱり病院行ってくださいっていう方もいますし、通っていただいてもそんなに力になれなかったも、力になれなかったも方も正直過去にはいてるので、全部が全部ストレッチあれば解決するわけじゃないですけど、結構な確率で改善することは多いですですし、考え方の話なんですけど、じゃあうち来てもらいました、今までストレッチとかを家でやってないです、じゃあ僕施術します、じゃあまた来てくださいねってやってたら、今までと一緒じゃないですかね。当たり前の話なんですけど、今までやってきて改善しなかったことをうち来て僕がやったとって一緒なんですよ。何やらないといけないって、やり方変えなダメなんですよ。その触るところもそうですし、家でストレッチやってないんでストレッチやらないとダメなんですよ。はい、っていうのが普通に聞いてて、なんで逆にみんなやらへんのかなと思いますし、あとは問診とかね、どこの院でもやっぱりやると思うんですけど、普通聞くと思うんですよ。そもそも聞いてない時点で終わってますし、聞いてたとして、今までこういうストレッチとかやってないです。あ、わかりました。じゃあ、施術しますね。やって。じゃあ、また来てくださいって。その考えになるのも僕よくわかんないんですよね。だって今までやってきてることで改善してないのに、同じことやったって改善する可能性低いじゃないですか。じゃあやり方変えなダメなんですよ。やってないことをやってみたり、やってたことをやめたりとか、いろいろやっていかなあかんわけですよね。だから僕そのために問診させてもらって、いろいろ聞かせてもらってるのは、そういう意味で最初には聞かせてもらってます。で、俺の話戻るんですけど、だから結局、その自分でケアをしないから良くなってないっていう可能性が高いので、じゃあケアした方がいいよねっていうことです。あと、施術した後、その、楽にならなかった場合はちょっと別ですけど、施術して楽になりましたってなったら、その、僕らが言う僕ですね。僕が緩めて楽になったところを自分で緩めれるようになったら楽になりません？これ単純に思わないですか？別にこんな簡単な話じゃない場合もあるんですけど、考え方の話ですよ。何回も言ってますけど。普通に考えてもらって、例えばですけど、腰痛の方めっちゃ多いのはこのね、お腹、ぐっと緩めました。終わった後、楽になりました。あ、今までより楽です。腰触ってないのに楽になりました。ってなったら、じゃあこれ緩めといてください。もちろんここだけが原因じゃない場合が多いので、他のこともやっていかないといけないですけど、これ緩めといてくださいってやれば、その僕が緩めたのと同じではないですけど、楽な状態って維持できたりとか、固まったのを緩めたらまた楽になるじゃないですか。考え方ですよ。必ずじゃないですけど。っていうことをやっていかないといけないのに、なぜやらないのかなっていうのはすごい不思議に思います。いろんな方の話を聞いてて。だから別に、それで言うと患者さんが悪いわけではないですけど、患者さんに関してももうちょっとなんか家でやった方がいいんじゃないですか、家でやった方がないですかとか聞いてみたりとか、
で、そこで、いや、家でやらなくていいですよ。うち通うだけでいいですっていうところは、あなたは多分直す気がなくて、あなたに1円でも多く、1回でも多く払ってもらって来てもらうのが目的かなって僕は思ってるので、あんまりお勧めはしないですね。ただ、あなたの目的ですよ。直すことじゃなくて、通うことが目的なんであれば、僕はそれでいいと思います。そういう人は何でもいいと思うんですよ。お金がね、湯水のように湧いてきて捨てるぐらいあるのであれば、好きなようにやってもらっていいと思うんですけど、あんまりそういう人いないと思いますし、基本的には痛いのを直すために通うっていうのが大前提だと僕は思っているので、そういう方であれば、やっぱり家でやるケアとか、っていうのは大前提やらないといけないですし、さっき言ってたように僕らが緩めて楽になったところを自分で緩めたら楽になりますよね。これ多分、この話したら中学生でもわかると思うんだけど、下手したら小学生でもわかると思いますよ。それがなんでわからんねやろなって僕は不思議にいつも思ってるっていう形です。はい。ただ、再三お伝えしているように、それをやったから必ず何でも治りますよってわけじゃないですけど、今までやってないことをやった方がいいんじゃないですか。で、方法としてはこういうことです。で、今までやってないとこはこうで、結局ここを緩めたら楽になるから、じゃあこれやった方がいいんじゃないんですかって僕は毎回毎回お伝えしていくことで、改善する方が多いかなとは思ってます。はい。何回も言ってますけど、100% ではないので、それだけちょっと頭入れといてください。はい。てな形ですね。さっき言ったようにちょっと慢性痛でね、悩まれてる方っていうのは、まあ、ただ漠然とストレッチやればいいわけじゃないですよ。やっぱり緩めて効果があるところをやり続けることに意味があるので、何事もそうですけど、効果がないもの、ゼロに100かけたってゼロですからね。当たり前の話ですけど、これも中学生でもわかると思います。さすがに。なので、効果がある1のものに100かける100になるんですよ。0.5 でも100かける50になるんですよ。結果が出ます。でも、ゼロのものに100かけてもゼロなんですよ。わかりますか？なんで、意味ないことやっても意味ないことやってもいいなって当たり前ですけど、効果がないものを続けても意味ないんですけど、効果があるものを数をこなしていけば必ず結果は出ると思います。必ずというかね、大なり小なりですけど、それが改善にするのか、軽減だけなのかわからないですけど、なので、まあもちろんね、運動とかいろいろやっていかなきゃ人もいてますけど、原則ストレッチっていうのは大前提必要です。ストレスとか、まあ押すとかセルフケアですね。っていうのは、絶対的に必要なものになるかと思いますので、まあ、そのために僕もね、この YouTube であったり、ショート動画とかでいろんなものでね、動画を出してるので、まあ、いろいろやってみて、これが楽になった。で、これをやってみよう。楽にならなかった。これをやらなくていいかなとか、いう形で、来られない方はね、ご自身でやった方がいいと思いますし、来ていただく方は、それを僕、直接お伝えして体を見た上で、こういうことをやったりとか、直接お伝えしたりとか、こういうことを気をつけてくださいねって、できるのが、まあ、僕の仕事かなとは思ってますので、なので、まあ、来ようかなと思っていただいている方、ありがたいことに多いとは思うんですけど、まあ、僕の勘違いだったらごめんなさいね。なんですけど、うち来てもらって、通ったら治るというわけではなく、あなたが自分で治していくっていう意識も絶対持ってくださいね。全部丸投げして、僕、じゃあこれやっといてください。治らんかったらあなたのせいですわ。とかはないですけど、僕一人に、全部任せて、受けたら治ると。その後は家で何もせんでええんかって言われたら、そういうものでもさすがにないので、あとはやっぱりずっと通っていただくつもりは正直ないので、自分でケアできるようになったら、その後感覚を上げていって最終的に来なくなって、このね、整体に使うお金であったり、時間っていうものをもっと自分の人生のね、趣味であったりとか、好きなこととか、仕事であったり、そういうものに使ってほしいなと僕個人的には思ってますので、まあ、そのためにもやっぱり今後もね、通っていただいた後、痛みが出ないようなセルフケア、ストレッチっていうのも絶対的に必要だと思いますので、まあ大前提としてね、なんかふざけて動画出しますけど、ストレッチやってください。もうそれっす。はい。もうこれは絶対条件やと僕は考えてますので、もしよかったら参考にしてみてください。はい。ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。